北朝鮮による弾道ミサイル発射を踏まえ岸田防衛大臣は航空自衛隊とアメリカ空軍が今日共同訓練を行ったことを明らかにしました7月28日の北朝鮮によるミサイル発射を含む現下の厳しい安全保障環境の中で我が国の意思と高い能力を示すものであります 航空自衛隊によりますと訓練は今日午前九州の西側から朝鮮半島沖にかけての空域で行われ自衛隊からは F2 戦闘機2機アメリカ軍からは B1 爆撃機2機が参加しましたアメリカ軍は自衛隊との訓練のあと韓国空軍とも共同訓練を実施したということです